こちら安川電機ブース省エネコーナーをご紹介いたします。ご存知でしょうか。今お使いの機械は実は発電しているんです。そのエネルギーも無駄なく有効活用してやり尽くしたと思われた省エネをさらに見直してみませんか。機械が発電する、そのポイントはズバリモーターです。モーターっていうのは回るときはエネルギーを消費してしまいますが、実は回されるときってエネルギーを作るんです。発電ですね。例えば昇降機械、荷物を持ち上げるときはエネルギーを消費してしまいますが、荷物を下ろすときは地球重力に引っ張られてこのとき発電するんです。水平で走る搬送台車、走っているときはエネルギーを消費してしまいますが、減速停止するときは慣性の力で引っ張られてやっぱりこのとき発電します。皆様おなじみの風車、そして水車、こちらも風の力、水の力で回されて発電するんです。これらを回生発電と言います。この回生エネルギーというのは、こちらにありますようにインバーターでモーター制御する、電源からエネルギーをモーターに伝えて荷物を持ち上げます。持ち上げた荷物を下ろすときはモーターが発電状態となってエネルギーを戻していきます。そのエネルギーは制動抵抗器というものに流して熱で消費していると、捨ててるんですね。非常にもったいないです。今回ご紹介します安川省エネニット R1000 シリーズ、こちらは今捨てていた回生エネルギーを無駄なく使える商品なんです。制動抵抗器を R1000 に置き換える、これだけで回生発電エネルギーを無駄なく利用できます。一般的な機械に使っているこの制動抵抗、そこはもっともっと省エネできるポイントです。それでは実際に発電する機械のデモンストレーションをご覧ください。こちらにございますデモ機は株式会社紀藤様からご提供いただきましたチェーンブロックです。このチェーンブロックを使いまして10トンクレーンのミニチュアイメージとして運転してみたいと思います。さらにこちらにございますのは電力計、10トンクレーンをイメージした電力表示となっております。それでは荷物を持ち上げたいと思います。持ち上げている時のエネルギーというのは約30キロワット消費しております。それでは荷物を下ろします。この時回生発電をするんですが、一般的な機械装置ではほとんど回生発電エネルギーがなく、こちらにございます制動抵抗器で熱として消費されます。それではまた上昇させます。荷物を持ち上げている時は約30キロワットほど消費し、荷物を下ろすときは回生発電エネルギーほぼすべてこの制動抵抗器に流れて熱で消費され捨てております。それでは安川回生省エネユニットシリーズ R1000 を使ってみましょう。もっともっと省エネユニット R1000 が追加されました。この状態で荷物を持ち上げます。持ち上げた時のエネルギーは先ほどと同じ約30キロワット消費されておりますが、一旦持ち上げた荷物を下ろす時の回生発電エネルギー、ご覧のようにマイナス20キロ、約20キロほど発電エネルギーを電源に戻しております。持ち上げている時のエネルギーは約30キロワット消費、下ろす時の回生発電エネルギーを抵抗で捨てずに電源に戻して約20キロワット発電している、以
上のように安川快晴省エネユニットシリーズ R 線を使えば、皆様がやり尽くしたと思われている省エネをもっともっと省エネできます。ご存知でしょうか。今お使いの機械は発電してるんです。